噂には聞いたことがある。特殊なラプチャーの触手にやられたニケは侵食と呼ばれる状態になる。頭が完全に壊れ、味方に刃を向けたり飛行に走ったりするようになると、都市伝説のようなものだとばかり思っていたが。どうよ、都市伝説を目の当たりにした感想は。さて、今の君の姿を見る限り危険そうには見えぬが、ただ目が赤いだけではないのか。まあ人によって違うらしいんだよ。すぐに症状が出る場合もあるし、私みたいにずっと潜伏してる場合もあるし。ちょうど情報が届きました。 VTC から。はい、侵食現象も進化しているようですね。初期の侵食は完全発現まで時間がかかるものでしたが、最近はすぐに発現するそうです。それとコードネームウルトラの侵食誘発装置は旧世代のものだったと明らかになりました。どれくらいかかるって、完全に発現するまで。 VTC で引き続き調査中です。いずれ答えがわかるでしょう。残り1週間とかだったら笑えるよな。全然笑えません。こういうのはさ、こうやって平気な面してりゃ平気になるんだよ。平気じゃないくせに。ま、そういうわけ。私はこの作戦が終わったら引退だ。余生は静かで幸せに過ごすとするさ。覚えておこう。ほら隊長、何をすればいいのか教えてくれよ。何の計画もなしに突撃なんて言わないだろう。明朝、私たちはエリシオンの第三ニケ研究所に向かう。そこで君たちの妹になる子を紹介する。妹ですか。ああ、実は隠し子がいてね。はい。真に受けないで。ここからは私が説明します。次世代のフェアリーテールモデルが完成したそうなの。名称はシンデレラ。専用武装のガラスの靴も完成してるし、テストも終わって実戦性能も証明されてる。私たちはシンデレラと合流し、軌道エレベーターに向かうことになるの。シンデレラの能力は何か作戦と関係があるのですか。もちろん戦力が増えるのは喜ばしいことですが、チームワークもままならない状態で重要な作戦に投入するのはリスクが高すぎるのでは。それは心配しないで。短期殲滅戦に特化した能力でそれだけやって抜ける予定だから。航空爆撃や ICBM での支援に匹敵するはず。それほどね。ええ、そう聞いてる。三大企業が莫大な資金と技術を投入して生み出されたフェアリーテールモデル。つまりあなたたちはラプチャーを相手に無敗に近い戦果を上げた。それでニケ製造の方向性は大きく2つに分けられたの。量産型と特化モデルの2つに。適合者になれなかった、自我がそこまで強くなかった子たちは量産型になって、自我が強く固有の能力を発現できる、いわゆる適合者には莫大な資金と技術が投入されてフェアリーテールモデルのニケになるの。本来の計画だったらすぐに量産型に舵を切るはずだったんだけど、あなたたちの戦果が大きかったからシンデレラみたいな第二世代のフェアリーテールモデルにももっと予算が投入されることに決まったの。私たちはその中で最初の完成品を迎えに行くってこと。強そうだな。もちろん単純なスペックだけならあなたたちを圧倒できるんじゃない。私より強いかも。お姉ちゃんより強い人はいませんよ。スノー、ずいぶんお姉ちゃんびいきだな。だって本当のことですから。
戦いはスペックだけで決まるんじゃねえぞ。その通りね。フェアリーテイルモデルを上回るスペックか。君たちをも上回る。ならばまず君たちと手慣らしをしておいた方が良さそうだ。話のついでだが、君たちとは真剣に戦ってみたくて体がいつもうずいていたからな。グレン、身内で戦うつもりならリーダーである私に話を通すのが先でしょ。うん。では作戦ブリーフィングはここまで。質問がある人。侵食手当とか出ねえの？レッドフード。いや冗談だって冗談。そんな目で見るなよ。質問はないようです、指揮官。では解散する。早朝から動く予定だ。今日は十分に睡眠をとってくれ。お先に失礼します。励ましてあげて。お前が言った方がいいんじゃないか。友達として話を聞いてあげてってこと。私が言っても慰めることしかできないもの。そういうのマジで苦手なんだけど。いいから。わかった。